書いてくれました。西九条はこんな高架の下で降車場があるんですね。へえ。サーモンキャンね。すごい。で駅もう当たり前ですけど、あ、これ阪神の西九条駅か。なるほどな。まあなんてたって西九条だから。あれこっちが JR。どうしような。西九条から京橋まで行って京橋から乗り換えていくかな。飲食街とかもあるし、ちょっと駅前なんなら飯食っててもいいのか。早めに入るとないのかな。あっちの通りが大阪王将あったし、大阪王将食って帰るっていうのも手ですけどね。よし、さっきの方に戻りたいけど、思いっきし警察さんとバリバリだとったもんな。いやー、こっちはもう完全に中途か。一回地図見よう。わからん。電車が走ってくるね。全くあかん方角行ってましたね。全然あかんわ。こっちなんもない。こっちの方向いてたら空港とかの方に当たるみたいけど、普通に戻ってた方がいいな。だけど大阪王将かな。ここは滝の宮だな。ここは出来たくないかな。1月13日。おー、スカイツリーこっちか。西九条ってこんな感じなんや。もちろんですね、JR は昔ながらの感じで、めちゃくちゃ阪神は新しい感じなんですね。まあ、そうか、阪神は難波線やで、そこはできそうもんな。よし、豚に、たたんちゃってね。あー、魚食ってね。バロンとかもあるし、千葉居酒屋か。ちょっ
っちにも飲食屋とかあって、なるほどね。あの奥もなんかいろいろありそうな感じですけどね。あの奥なんかありそうやな。居酒屋が多いね、やっぱ駅前やでね。と、納豆飯を食うなら王将の方が良さそうかな。あ、こっち側にもやるし、へぇー、パチ屋か、そんなガード下にあるんや。ジャンパラもあるし、今日は18番、なんかさ、飲みに粉もにも鉢あるんや、まあ、粉もにも鉢思いっきり真っ逆にあるでな。はあ、コロッケ屋さんは今閉まっとる。すごいな。お、しばこっちでなんかありそうやな。何これ。おー、あ、でも夜って感じかな。すごいな。あ、果たしてこんな風になってるんや。スーパーも、スーパー、スーパーか、ベストショップに宿所聞いたことないっすよ。もし今ちょっとスーパー売っとるもん持っとるんで、あー、そっかにね、生もまだ買って買えるあれじゃないもんな。へえー、こんな感じになっとるんや。すごいな。ね、お酒飲む店が多そうで、ラーメン屋がなかったらいいなと思ったけど、そううまいことはないのかな。あ、ラーメンつけ麺ってなっとる。ラーメン屋やな。生餃子、雪まつみたいなもんか。1000円やし、ほんま雪まつみたいなもんや。あっちゃんと50円自販機もあるしね。つけ麺屋が見えるけど、やっとるかな。まだ開いてへんな。